小野さんはですね、トランプさんが最近大統領選挙自体が不正であるということを言い出したわけですね。でこれについて泣き言というのはやめろと言ったわけなんですが、会見でこれはどういうことかというと、要するにトランプさんは最近働き色が非常に悪いわけですね。女性に対して非常に侮蔑的な発言をした、あるいは行動したということで被害を受けたという女性がいろいろ名乗り出てきた。で世論調査の結果なんかも支持率はどんどんもう下がっているという状況があります。でそうした中で自分が悪いんじゃなくて、もう全体的に選挙そのものはおかしいんだと、不正なんだと、そういうことを言い出した。なので大間さんはこれを捉えてですね、自分が負ける、その勝負がつく前にそういうことを言い出すと、つまり制度が悪いんだと泣き言を言うと、それはおかしいじゃないか、そういうことを言ったということになります。で、トランプさんがなんでそういうことを言い出したかというと、今ちょっと説明しましたけど、そういう旗色が悪い、そういうその焦りみたいなのがあるのは間違いないんじゃないかなと思っています。今後の見通しなんですけど、選挙までだと3週間ぐらいあります。だからその間に非常に大きなスキャンダルがクリントンさん陣営なんかにあれば、これは今の図式でちょっと変わるかもしれませんが、現状をアメリカの報道機関であるとか、ああいう専門家なんかの分析だと9-1ぐらいの割合でクリントンさんが勝っちゃうんじゃないかと、そういう見通しになっています。だからトランプさんとしては非常に苦しい状況になってますね。ただ、ああいう強い性格の人なので、トランプさんは自分が負けたということを多分認めたくないところもあるんだと思います。なのでその勝負の土台そのものはおかしいんだということで、不正選挙ということを言い出しているんじゃないかと思います。